ジョン・クリストファー・デュプランティアーは、アメリカ合衆国デラウェア州、ニューキャッスル軍ニューワーク出身のプロ野球選手。ウトを左ヒだ。現在は、フリーエージェント。2016年の MLB ドラフト3巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9、ヒルズボロホップスで、プロデビューし、1試合に登板した。2017年は、 A 級、ケーンカウンティ・クーガーズと A 級バイセイディローハイドでプレーし、2球団合計で25試合に登板して12勝3敗、防御率1.39、165奪三振を記録した。また、この年は、オールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された。2018年に MLB.com が発表した、プロスペクトランキングでは74位。 ダイヤモンドバックスの組織内では1位にランクインした。この年は、ルーキー級アリゾナリーグダイヤモンドバックスと AA 級ジャクソンジェネラルズでプレイし、2球団合計で16試合に先発登板して5勝1敗、防御率2.55、77奪三振を記録した。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。2019年4月1日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビュー。この年は15試合に登板して1勝1敗1、セーブ、防御率4.42、34奪三振を記録した。2021年7月27日に自由契約となった。スライダー、カーブなど4球種を操り、請求力も高い。 右腕を後方に伸ばす投げ方が故障の原因と指摘されているが、打者には厄介とも言われている。ありがとうございます。